い、今ですね、スペインの、ね、バルセロナにいます。バルセロナで、バルセロナの、ね、ビーチ海岸の方にいるんですけど、突堤がありまして、そこで、ね、釣りをしている人がいるので、その人たちを見てみます。今何か釣りましたね。あれはサヨリかな。で、あちらがね、新市街の方です。で、新市街、本日2014年のね、9月の5日でございます。2年ぶりに、バルセロナに来るんですけど、2年前も来ました。8年半前もね、実際バルセロナ来てるんで3回目なんですけど、結構やっぱり海の人もね、日本人って結構釣りする人多いですけどね、こっちの人も結構釣りするんですけど、ビーチがね、向こう側にその先にあります。釣りとかしてしたいね。海外で釣りっていうのはオーストラリア行った時ぐらいかな。それ以外はしてないですけどね。浮きでやってますね。餌がなんか何をつけるのか分かんないですけど。